吉田さん、おはようございます。高級車ですね。高級車いらないですね、未だに全然いらないですね。私も気がついてみるとですね、車今所有が4台になりましたよ。なぜか3年前は原付も買えなかったんですけども、買わなかったんですけども、3年前に家を買って、それから移動手段がないんで原付買って、その頃ずっとね街で乗ってたセルシオがパーになって、まあ廃車に出して、会社に出すとなんかね1万円もらったんですよ、鉄くず代を。まあ5万円ぐらいもらえるところもあったみたいなんですけども、まあ特に考えずにね1万円もらったんですけども、そっから始まって、まあずーっとね車なしでやってたんですよ。本当にタクシーとか近所の人に借りるみたいなね、そんなことでもやっていけるんで。でタクシーなんですけども、私の町にもタクシーないんで、だいたい電話で呼びますね。でタクシー会社のなんかね、社員さんが詰めてる詰め所とかに行くと、大体将棋してるんですよ、タバコ吸いながら。でタクシーの依頼が入ったら、あ、今日、ね、どうぞ詰めさん行くって感じで、常さん行くって言ったら、あ、行ってくるわみたいな感じで譲り合って行ってるみたいなねすごくなんか緩い感じで田舎のタクシー会社ってのを運営されていて、まあ那覇市のタクシーないですね。私の家に来てくださる方ってのは、あの駅からタクシーで来ることが多いんですけども、なんかね20分ぐらい待っててもタクシー1台も通らないというねだからなんかこうスマホで検索して呼んだみたいなこと言ってましたけど、そのぐらいタクシーないんですよ。だから私の家から帰るときには皆さんね、私が車でお送りしております。さあそれでタクシー、あのタクシーじゃないわ、あの高級車なんですけども、私が買った車って37年落ちとか8年落ちのトランザムですよ。ボロボロですよ、うん、ボロボロでネジとかね走ってたら外れるんですよ。え、これにまあ大きなお金を使いましたけども、これ高級車ですかね。単なる好きでしか買わないような実用性全くなしの車で、しかも私2回しか乗ってないんですよ。ずっと車庫ですよ。でも好きなんで洗車はねもうね、毎週やってます。昨日もやりましたで、ガレージにミストを作ってね、すごく涼しい空間作ったりとか、もう大きなねプラモデルですよ、私にとってみたら。乗らないわけですから、乗らないんですよ本当にで、防犯にお金使って保険代は高く払って、乗らないのに保険代むちゃくちゃ高いですからね。好きだからできるんですよ。好きなことに日々お金をかけているって感じですよね。で、まあ、お金をかけているって言っても、まあ、お金結構かかってますね、冷静に考えたら。むちゃくちゃ家のローン払うみたいな感覚で毎月毎月払いがきますからね、これは。維持費とか、そもさまざまですよ。すごいですね。で私はあのナイトの2000の他にベルファイアがあったりとか、あとアトレってのがあったりね、あと軽自動車1台止まってますよね。4台あるんですけども、ほとんど乗らないですね毎日ね。何やってんだって話ですけども、これ好きなんですよやっぱり。で好きで持ってるのと人に見せつけるためにブランディングと称して持つのと全然意味が違って、もうねブランディングって結構負担なんですよ。だってブランディングで人に見せる瞬間ってあんまりないですからね。でも私は誰に見せなくてもナイト2000見てるだけでも幸せを感じるんですよね。わあいいなと思ってね、豊かさ感じるんですよ。でまあなんかこう頑張れちゃうみたいなね、心の支えになるとか。多分私が今ね社会でとんでもないパワハラとかねいじめを受けてても、家に帰ったらナイト2000があるから、多分ねものすごくねくじけないですよね。そういった心の支えというか拠り所になるものがまああるのかなって、そんな感じじゃないですかね。家に帰ったら自分の世界があるとか思ったら励まされるんじゃないかなと思いますよね。まあそういう意味で高級車っていうのは、高級車ではないですけど私は思ってるのは、単なるね廃車です。廃車のスクラップを無理やり走るようにしてるだけですから客観的に見たらね。まあそんな形でブランディングというのには全然程遠いですね。ブランディングするんだったら私はレクサスポンと買ったりとかね、ベンツポンと買ったりとか、新車でフェラーリ買ってポンと買ったりとか全然 OK なわけですよ。 OK なんですよね。維持費も かかりますけど故障の心配そんなにないじゃないですか。私の車は走るたびにエンジン止まるんじゃないかなと思いながら走ってますからね。でしかも1時間走ってるとオーバーヒートですよたまに止めて冷やさないといけないんですよ。本当に面倒ですよまあそのね面倒さがすごく面白いんですけどね、補正面倒さじゃないですけども、明日の情になっちゃいましたけども、まあそういうふうな形でね、私は好きなものに、まあ、コストや時間や意識をかけるっていうのは大いに人生の意味を謳歌できるものだと思いますけども、自分が欲しくもないものに、なんかね意味もなくブランディング称して使っちゃうのはどうかなと思いますよね。だからブランディングでタワーマンションに住むとか、ブランディングで高級車を使うって儲けてない人がやることだと私は思ってますんで、タワーマンション基本的に信用しないですね。高級車もまあ大体こんなの高級車なんてね、人から借りたりとかねできるわけですよ。で所有するとむっちゃくちゃ面倒で、
だっていきなり所有できないですからね。でだん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 生活が変わってきて最終的にこれみたいなのになって段階を踏むんですよ。だいたい車を命の一番に買う人って生活のことで何も考えてないから全然見本にならないんですよね。まあ、あの吉田さんが頭にね鉢巻き巻いてやってたのはラーメン屋みたいで私はねなかなか面白いなと思いますよね。でこういう人でもネットビジネスって言うんだみたいなところがあると思います。だからそういうギャップを狙うブランディングっていうのはこれからもどん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 使っていけると思うんで、例えば介護士で月収100万とかね、私の弟子の中にガードマンで年収1000万っていうのがいるんですよ。ガードマンやりながらですよ、日当7000円ぐらいのガードマンやりながら年収は1000万ですよみたいなことをやってる人がいて、これねガードマン仲間にむちゃくちゃ虫だガードマン仲間にむちゃくちゃ受けてましたね。でブログとかむちゃくちゃ見られてたそうです。なんかねブログの内容もすごく簡単で、あのガードマンやってる時になんかねこう工事現場とか山奥とかに行くんですよ。その風景を撮ってそこに自分の感想を書いてるだけなんですよ。それをずっと続けてったらガードマン仲間からおすごいねみたいな感じでね。でもタイトルは年収1000万ガードマンなんですよ。もう昔ですけど年収1000万ガードマンのブログで稼ぎ方なんて全然書いてないんですよ。でも問い合わせが来るんですよ。本当に年収1000万なんですかとかね、なんでガードマンでこんなにね楽しそうにやれるんですかと、そこから関係性作って自分の商品売るみたいなね。でこういうブランディングを私がねこう台本書いてこうやらせたんですけども、まんまとうまくいってましたね。だからこのファミリーマートの黒いポロシャツを着ながらネットビジネスを発信するのもなかなかいいんじゃないかなと思います。さあどんな環境に行ってもねネットビジネスってうまくいくんですよ。その環境を使いこなすってことがすごく大事だと思います。だからあの高級車がないとできないってことはないですし、タワーマンションがないとできないってことでもないんですよ。東京にいないとできないってことでもないんですよ。で私は吉谷さん見てればよくわかると思うんですけども、高級車もタワーマンションも使ってないんですよね。ただトークの内容がどうなのかってことだけなんですよ。でトークの内容はどこで作られるかっていうと学習と経験でしかないです。特に一番すごく大事だったのは多くの人の悩みを聞いてそれに答えてきたっていうことですね。で多くの人から悩みの相談が来ないってことはそれについて考えないってことなんで、むちゃくちゃ効率が悪いんですよ。だからブランディングに走るんだと私は思います。ブランディングなんてね薄っぺらくってなんかね結果が出ない人についていく、まあ、最大の例ですからね。だからこうやって自宅で喋ってる人の方が信用できるんですよみたいなねお家になってしまったらすいませんね自分で言ってもしょうがないんですけどもね。はい、といろいろと話しましたけども今回は以上です。